今週のプレイヤーをご紹介します。前回ダブルスレッスンを受けられた岩子さん、江藤さんペアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コーチとそれぞれペアを組んでかなりしごかれたように見えますけども今までにないぐらい動きましたね本当ですか？もう体の向きや、その前後の動き、いろんなアドバイスいただいて、いかに今までチャンスボールを見逃してとかっていうのを体で感じました。今日のレッスンはどんなレッスンでしょうか？はい、今日はね、お二人ともね、先週の、試合のレッスンのね、課題でチャンスボールがね、やっぱりチャンスがピンチになってたんでね、チャンスボールをしっかり決めれるようにねボレーのレッスンをしていきたいと思います。あ、そうそう、うまい、ナイス。熱血スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。そしたら、ね、チャンスボールの、ね、ボレーをしっかり決める練習いきたいと思います。まずしっかり、ね、ボールが飛んできたらボールの後ろに入ってください。ボールの横じゃなくて後ろに入ってもらって、軸足をフォアボレーだったら右足を必ず踏ん張ってください。でこれ一つ、二つ目、打ちたい方向、例えば緑、黄色、青、赤とありますに打ちたい方向に踏み込んでください。しっかり、例えば黄色狙いたいのに足がこうなってるのに黄色になると打点が絶対後ろになってしまうんで、必ず黄色狙いたいんだったら黄色の方を向いていく。でちょっといきますね。こんな感じでしっかり黄色を狙うんだったら黄色の方に足が行く。緑狙いたいんだったら緑の方、赤狙うんだったら赤の方。さあレッスンスタート。足がね、岩子さん足が決まるのが早いんですよ。これがこっちでため作ってと同時。ここで重政コーチが大胆な提案を。僕の足音聞いておいてください。わかります。もう一回フォア。足音してますよね。今足がスーッと入ってしまったらあんまり音出ないんですよね。これがしっかりここでためが作ってたら、お願いします。ため作ってたら足音でしっかり出るんですよ。そう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 。そう、オッケー。トン。ナイス。そう。江藤さんいいね。しっかり溜めてきてる。そう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 。次は応用編。1球目、深めにバックボレーを返して次の球を決める。深くってターゲット狙ってあげるね。はい、そしたら2球交代に行きましょう。そう、斜め前、そう、うまい、うまい。斜め前、あれ足が今、スーッと亀作って、よいしょ、ナイス。最後の足が踏み込むことができなくて、もう重心をまず軸足に乗せて止まる、はい、もうそれもできてなかったので、コーチが言ってた溜めて、そうですね、溜めてからの踏み込み、踏み込みテニスと笑いに貪欲な老若男女の集いだ。